ですね、Android Studio というのをインストールして、起動不能になってしまったという経験はありませんか？このように、起動不能なんですね、これ。その時に、どうしたらいいかっていうことなんですが、Android Studio の名前ですね、これ、ファイルの名前。Android Studio という名前を、コピーします。コピーして、どっか適当なとこへ貼り付けとくんですが、こういうふうに貼り付けました。で、これでどうするのかというと、メニューの方でですね、移動というのを、移動を選択して、ライブラリ、オプションキーを押しながらライブラリを選択すると、ライブラリが開きます。ライブラリが開いたら、そこから、コマンド F で、検索を開きます。で、ライブラリを、クリックして、ここに名前をペーストして検索すると、フォルダーがね、怪しいやつが出てきますんで、これを内包しているフォルダーで表示するとどうなるかっていうと、これ、全体が出てきて、中身がなんか入ってるのが見えます。で、この Android Studio の関連ファイルというかフォルダーですね。これが邪魔っ気なんで、これを削除しちゃいます。そうするとどうなるかっていうと、これちょっと邪魔なんで消しますね。はい、もう一回、Android Studio を開いてみますと、これで動きますので試してください。